承りました。実行準備中です。操作の際に自分の能力を頻繁に使ったせいで危うく暴走しかけたんだって。あれは仕方なくて。君にこの任務を委ねる条件は暴力に頼らず自分の共同病を制御しつつ知恵を持って真実と正義を追い求めることだ。そう約束したはずだったよな。うんうん、もちろんだよ、問題ないない。シャローム姉さんからの依頼なんだ。絶対に頑張ってやり遂げてみせるよ。あ、はい、覚えてるんですが、敵が強すぎてつい。君に無理させてしまったようだな。もっと君に合った任務にしようか。いや、シャローム姉さん、全部私が悪いの。もう能力を乱用しないから私を見捨てないで。さんの仕事は終わったの？ラーフは昨晩私を助けてくれたのが彼女だよね。あんな大勢の怪物から。彼女は大丈夫。ラーフはこう言っていたよ。こんなものを相手に能力を使うまでもないと。彼女は事件現場で花庭園の拠点への入り口を探している。今回君の九死に一生を得た行動のおかげで大事な情報を手に入れられたからね。決して無駄にはしないよ。仕事ならまだ少し時間がかかる。FAC は間もなく重要な戦いを迎えるから私の意見が欲しいそうだ。じゃあシャローム姉さんの邪魔はしない。君のことも大事なんだ。分かったことを教えてくれ。君が手柄をあげたことは知っているよ。うん。花庭園は復讐の依頼を受ける組織だけど、どうしてあれらをターゲットにしたんだろう。あと最終的な順番には何か意味があるはず。となると気前よく手がかりをくれたのもきっと何かを調べるように私を導きたいんだと思う。最初の2つの事件は103年に起きた FAC の失敗した作戦に間違いなく関わってる。あの事件への対応が不公平だったから今回の殺人事件を通じて真相を暴こうとしてる。彼女たちなら人からどう思われても構わないだろう。自分の手で復讐を成し遂げようとする連中だからな。103年のことを今さら持ち出す理由は、今使えるからに違いない。月食作戦は最高機密だ。より崇高な目的のために FAC は多大な犠牲を払った。しかしその犠牲は歪んだ形で利用された。情報が漏洩し、民衆による FAC への批判は後を絶たなくなった。ニューシティの他の勢力もそれに乗じて FAC を糾弾した。今までの地位を失った FAC は他の勢力に支配されるようになり、民衆の政府に対する信頼はかつてないほどに低下した。君もあの事件のせいで104年の涅槃事件に大きな黒幕がいるはずだと信じ込んで極端な行動に走っただろう。FAC は間もなく西区で重要な戦闘を開始する。多くの人を動員し、多額の予算が使われる予定の非常に大きなブラックリング制御作戦だ。この作戦で権力の構造も変わるだろう。今回 FAC 総司令官がニューシティに戻った一番の目的は、作戦を承認に向けて進めることだ。ではこういう時に昔のことを蒸し返すのは何のためだと思う？もしかしてもう一度波風を立てて FAC の足を引っ張って作戦を邪魔したいから。少なくとも地底にとってはプラスに働くだろうな。そもそも花庭園は地底の勢力によって作られた暗殺者組織だ。数年前に独立を宣言したが、エノリカ山荘事件から見ると彼らもまだ何かしら関わっているはずだ。彼女の手段はめちゃくちゃだけど、本人に実際会ってみて分かったよ。あの人は完全な狂人なんかじゃない。彼女たちはとっくにこの世界の人に見切りをつけてしまってる。正義が存在することは信じない。でもそのまま負けたくもない。何でも自分の手でしっかり掴みたいんだ。以前の私と似てると思う。似ていないよ。もしいつか私が殺されたら、クリスティナは私のために人を殺すのか？そんなことは絶対させないよ。例えばの話だ。その時君はどうする？私は真実を突き止める。その犯人を捕まえて二度と人を傷つけさせないようにする。私のような思いをする人がもういなくなるように。そんなの嫌。シェローム姉さんは私の一番大切な人だよ。もし選べるならシェローム姉さんを死なせるくらいだったら自分が死ぬ。では私が人を殺して悪事を働いたら？そんなことあるわけない。シェローム姉さんは絶対にそんなことしない。不正解だ。真実を明らかにし、犯人を捕まえ二度と人を傷つけさせないようにするんだろう。君は刑事なんだから。分かってるよ。でもシャローマ姉さんはそんなことしないよ。そんな冗談はやめてよ、意地悪。はいはい、意地悪をした私が悪い。君のその気持ちをいつまでも大事にするよ。私だ。クリスティナの現れた場所から半径10キロ以内は全て捜査完了した。花庭園の入り口は見つからなかった。彼女たちがクリスティナの場所を移動した可能性が考えられる。特別な技術を使ったかもしれないね。彼女のバッグには地底がいる。クリスティナの調査結果から FAC の方もすぐに対応するはずだ。そろそろ行かないとな。迎えに行こう。では先に行くよ。何かあったらいつでも連絡したまえ。今となってはこの任務は最初と全く別物になってしまった。より多くの手がかりが必要だ。うん、私も今から出発する。戦局に関わってるなら遅れちゃいけないもんね。3つ目、それに4つ目の国はきっと手がかりがある。それに103年の FAC 関連事件も加えれば少なくとも事前に警告を出せるし、もっと情報を集められるはず。そんなに焦らなくていい。君を見舞いに来た人もいるからね。ミリア。ああ、そうだ。シャロム姉さん、ミリアは私の妹。とっても頭がいい子なんだ。知っているよ。養父母の子供だろ。いつも言っていた子だ。きっと仲がいいんだろう。では邪魔はしないからゆっくり話したまえ。あんたが死んじゃうからサインしに来てって言われた。まだピンピンしてるじゃない。いつ正義のために死ぬつもりなのか事前に言っておいてよね。私に迷惑かけないでほしいわ。そんなことを言わないで。この事件を解決したらちゃんとゆっくり話そう。あれがあんたの言ってたすごい人。本当にいい人だよ。優しくて善良で正義感に満ちていて、しかも強くて賢い。彼女が出す答えはいつも正しいんだ。彼女のおかげで私はようやく頑張れるようになったんだ。あの女は最初から最後まで私をちゃんと見ようとしなかった。彼女の目に私は映っていない。気をつけた方がいいよ。訳もわからないまま死にたくなかったら。もう見抜いているんだからおとなしく捕まってたちょうだい。また君か。はあ、まあいい。止めても聞かないだろう。どうだガキ、現場で何か起きたか？動機は大体分かったよ。この慈善財団はやはり10年前のあの作戦と関わってる。そして意外にも最初の2人の被害者ともつながりがあったみたい。慈善財団が不正な手段を使って弔慰金を横領したため、正当な手続きを求める遺族が数多く存在してる。でも結局その遺族たちはアンナニアの報道に誤った情報を吹き込まれたか、ネイさんに脅迫されたと思われるよ。 FAC への糾弾に慈善財団も相当力を入れたようだね。でも現場にはまだわからない点がいくつかある。それは何だ？現場には1人の被害者しかいないのに共同の花は12本もある。しかもどれも被害者の体から咲いた花じゃない。開花された人間からは1種類の花しか咲かない。つまり被害者は少なくともあと12人いるってこと。それに被害者の体は国力の能力で固定されてるけど、現場に彼の花がないんだよ。つまり1人の花と開花された12人の人がこの現場にあるはずなのに、それがどこにもない。最初の2区は事件の時間、場所と被害者を示している。でも3区目となると被害者は合ってるけど場所は微妙に違ってる。強いて言うなら4区目が示した地点に近いかも。刑事さん、第4の事件がすでに起きているかもしれない。私たちがまだ現場を見つけてないだけで。ここにないものは第4の事件現場にあるか、3つ目の区が示す場所にあるはずだよ。ダウルさん、未来慈善財団の他のメンバーの居場所を急いで調査してくれる？彼らの資金流動とか、あとは普段通ってる場所とか。今回の被害者は特別な身分の人だから先手を取らないと。ダウル刑事、テレビを見てください。先ほど匿名の手紙が届きました。その手紙にはこう書かれてあります。数千万を上回る弔慰金がどこへ行ったか知りたいのなら、この者たちが104年にした行いを見ればいい。どうやら犯人は何らかのメッセージを伝えようとしているようです。消えた弔慰金とあのパーティーで被害に遭った方たちの間に一体どんな関係があるのでしょうか。引き続き続報をお待ちください。速報です。ニューシティ第3ストリートのサンセットクラブにて最新の事件が発生しました。最近起きた殺人事件はこれで4件目です。最新情報をお届けします。こちらは現場からの映像です。これは何のパーティーでしょうか。テーブルに花が、なんということでしょう。あれは悪魔が植えた花でしょうか。他の12人の被害者、そしてあの花。これが秋日和、やまない宴、金屋酒。これはあなた様の勝利です。ここにはどんなサプライズがあるの？ゴシップレポート、ゴシップレポート。ニューシティ治安局はどうしてずっと事件現場を封鎖しているんですか？何か人に言えない秘密でもあるのでしょうか？ FAC の懲役金の件は今回の事件と何か関係がありますか？コンビクトは関与していますか？なぜこうした治安事件の現場に FAC が来ているんでしょうか？この事件は彼らの管轄ですか？ FAC が横領したから犯人の報復を招いたんじゃないですか？私をインタビューして。今回の事件は最新の作戦計画と関係あるに決まってるわ。これで FAC の陰謀が公になるのよ。 FAC は町を守る盾ではなく、秘密裏に町の安全を破壊する危険な組織だと吹聴する人がいますが、どう思われますか？もう調査しなくてもいい。現場はもはや役に立たない。役に立たないって。ああ、一通り調べたが役に立つ手がかりは一つもない。破壊された痕跡があちこちにあるし、位置が変えられたものもある。現場から持ち出された手がかりもあるかもしれない。いいタイミングで裏情報を送ったじゃないか。どうせなら俺らにも送ってほしいな。慈善財団の13人のメインメンバー、どうして一人だけが別の現場に移されたの？どうして対照的な現場を2つも用意したの？慈善財団が復讐を受けた理由は明白だ。しかしいくら同様の復讐とはいえ、いまいち噛み合わないところがある。贅沢な現場を人に見せたいなら一つで足りるはずなのに、どうして？刑事さん、ちょっと考えがあるの。後で第3の事件現場に戻って調査したい。その前にこの第4の事件現場に関して一つ調査を頼みたいの。しかしこの現場はもう完全に毀損されているはずだ。まだ一つ手がかりが残ってるじゃない。いくら物好きな記者でも手を出せなかった手がかり。これでここにも安全ビーコン。そんなところ行ったらスカートが汚れちゃうって。あの師匠が自分の美学に背いてまで第3の事件に続いて無理して第4の事件を起こした。全てはそれを覆い隠すためだ。犯人に隠したいことがあるなら、私たちにはそれを見つける義務がある。オーエンは別の暗殺者にやられたんだ。コクリコがこんな面倒なことまでしたのは、その暗殺者の存在を隠すため。その暗殺者も花庭園のコンビクト、そして弱い。師匠の命に背いて人を殺め、現場に多くの痕跡を残した。彼女のせいでコクリコは仕方がなく完璧だった計画を放棄して事件現場を破壊した。オーエンを襲撃した犯人は思った以上に組みしやすいかもしれない。彼女は突破口になるはず。でもどうすれば。よくやってくれた、クリスティナ。続きは私に任せたまえ。行こう、死体を見。今回はいろいろ拾えそう。説明してください。オーウェンがまだ生きているというのは本当ですか？どうして情報を隠しているのですか？実は花庭園の暗殺者なんて存在せず、全てはオーウェンの自作自演なのでは？昔のスキャンダルが露呈して自分が狙われているのを知り、だからあえてそういう計画を立てて逃げようとしたのではないですか？説明してください。みんながこの事件に注目しています。いくら隠そうとしても無駄です。療養所でオーウェン本人に会った人がいるんです。私のミスよ。自分で後始末しないと。追い出されてもいい。これ以上師匠に迷惑をかけるわけには。ちくしょう！あいつの体を間違いなく刺して、能力も発動したのをちゃんと確認したのに。あのクズ野郎がまだ生きているなんて。あいつのせいでたくさんの人が死んだのに。殺す。何度でも殺してやる。この手で。やっぱり来たね。独房はもういいの？どうしてここに？もう一人の犯人が君だとは思わなかったよ。どうやら私たちは縁があるようだね。シャローム姉さんの言う通りだよ。許可なく行動する新人の殺し屋の君ならきっと師匠に尻拭いさせたことを悔しがってるだろう。だからこそきっと自分の2度目の失敗は許せない。その執着心のせいで私の罠に引っかかったんだよ。やはりあの時に殺しておくべきだったわね。オーエン殺害の容疑でここで君を逮捕する。もう復讐という名の悪事はやめて、おとなしく全てを白状して。これが最後のチャンスなんだから。自分でやるのも悪くない。処刑の時間だ。つまらないわ。また呼吸をしているものの相手をする。どうか安らかな眠りを。師匠の力で開花した体は全ての生理的反応が止まる。でもオーエンの本当の死亡時間は8月9日のはず。あの花庭園の新人が私を助けてくれたあの夜だ。彼女はきっとオーエンを憎んでいる。だから花庭園の規則を破って師匠を怒らせてまでオーエンの暗殺に赴いた。やはりあの時に殺しておくべきだったわね。あだを打ったその日に彼女は迷いを感じたのだろうか。だから敵である私を助けた。あまり深く考えるな。ともあれ君は犯人を捕まえたんだ。敵を撃った彼女をそのまま花庭園に返したら、その迷いもやがて麻痺して、これからはより多くの命を奪う本物の暗殺者になるだろう。今の方がいい。せめてまだ君を恨む元気がある。全ての人を幸せにすることも、全ての人に好かれることも不可能だ。自分が正しいと思うことをすればいい。最初の事件としてはなかなか悪くない働きだ。君は水準以上の活躍を見せたと言ってもいい。今はゆっくりと休め。FSC の懲役金の件は今回の事件と何か関係がありますか？コンビクトは関与していますか？今回 FSC 総司令官が戻ってくることと関係はあるのですか？なぜこうした治安事件の現場に FSC が来ているんでしょうか？この事件は彼らの管轄ですか？今回の作戦計画にやはり何か隠されているのではないでしょうか？説明してください。みんながこの事件に注目しています。いくら隠そうとしても無駄です。隠していることなどない。 FAC の全ての作戦は町の安全を守るためだ。我々はこんな取るに足らない事件で作戦を中止しない。今回はまさに作戦のために戻ってきた。しかしせっかくの機会だ。この場を借りて犯人たちに伝えたいことがある。もう一般人を狙うな。君たちの目標が FAC なら正面からかかってこい。戦場で会おう。刑事さん、私は確かに経験不足だし、いつもドジをするけど、でも私の嫌な予感って意外と当たるんだ。私の勘だけど、あの暗殺予告はまだ終わっていないと思う。あの派手な女がやることだもの。このまま終わるわけがない。秋日和、やまない宴、金や酒、師走の甲、井戸に白雪、一人ゆく。師走の甲、井戸に白雪、一人ゆく。盛大に花を咲かせるからにはこれだけでは終わらないだろう。あの師匠とやらは。すべて計画通りね。獲物見っけ。シュシュシュ。犯人は臨時司令部を襲撃して輸送車で総司令官を拉致した。コード DS3864H。 輸送車は今サビの川を越えてニューシティに向かっている。バイタルサインモニターを見る限り総司令官は生きており、まだ猶予は残されている。敵がそこまで正確な情報を握っているということは、指定の勢力はとっくに FAC の内部に侵入しているのだろう。今回の救援任務は上艇ハッシュ部隊が引き受ける。作戦時間2時間13分。予定の会議開始時間より前に司令官を奪還し、パニックになるのを避ける。 FAC 本部は動く必要はない。決して情報を漏らすな。司令官は予定通り到着すると伝えたまえ。その間に不審な行動をとり、不安を煽り、司令官の行方を探る者は指定からのスパイである可能性が大きい。第9機関は彼らを注意深く監視する。指定からの前哨戦の誘いだ。我々のチャンスでもある。西区作戦は必ず許可される。大戦が来る前に内通者とスパイを排除したまえ。総司令官。やっぱり地底の悪党の仲間だったんだね。よかった、まだ間に合う。今度こそ思い通りにはさせない。余計の時間。どうか安らかな眠りを。うるさい、静かにしたまえ。タイムトゥーダイ。うるさい、静かにしたまえ。まだ汚染のトラップがあるなんて。 FAC の装備に反共同病装置があって本当に良かった。イレギュラーキューブが尽きる前に早く出ないと。この車は一体どこに向かってるんだろう。さっきは時間をかけすぎたから急がなきゃ。汚染爆弾。車内通信機。こんにちは、刑事ちゃん。よくやった。叩かないで。これは FAC の装甲車よ。あなたが普段から叩いている金庫じゃないの。あと、感触を起こすのもやめなさい。あなただって汚い手段で私の人をさらったでしょ。私はどうなってもいいから司令官を解放して。今回の西区作戦は本当に重要なの。 BR002 を封鎖できたら西区は救われる。あそこの人々が捨て駒にされずに済む。今は市場で動いてる場合じゃない。はいはい、私にとってそんなことはどうでもいいわ。あなたもそれを知っているでしょ。連絡先を教えなさい。あなたが大好きなスイーパーお姉様に電話をかけるわよ。あはあ、その必要はないみたい。彼女からの電話よ。私の携帯を取ったの？大人の会話を邪魔しないで。そっちのマイクはオフにしたから。やあ、師匠。どうも、スイーパーさん。あなたの人は私のところにいるけど、あまり驚いていないようね。君があの子を初めて誘拐した時に GPS を仕込んでおいたから位置は特定できる。クリスティナがサビの川の近くにいるのは知っている。きっとまた君に拉致されたんだろう。変な話ね。彼女を拉致してからもう数時間経っているのに、今さら電話をかける気になったの？自分の部下を利用して私の位置を特定するつもり？ひどいわね。彼女の心が傷つくじゃない。総司令官もそこにいるのだろう。すでに車の位置を特定した。今回君を追跡しているのは治安官でも FAC でもない、上艇に所属するハッシュ部隊だ。今ならまだ交渉する余地があるよ、師匠。あなたのハッシュ部隊なら6月から私の邪魔をしていたじゃない。そんなつれないことを言わないでよ。あなたの指揮に従うために電話に出たわけじゃないわ。聞きなさい、上帝のスイーパー。この車にはあなたたちの総司令官と十数人の作戦に関わる要人が乗っているわ。そしてあなたたちが一番恐れている地底からの共同爆弾もある。その目的地はニューシティ。運転しているのは地底の傀儡。狙撃しても無駄よ。途中でいかなる理由でも減速すれば仕込んだ爆弾は即爆発する。そうなればこの車を中心に 1km 圏内の M 値は2000を超えるわ。爆弾を解除する唯一の方法は起爆装置を解除することよ。それはあのジジイのところにある。そしてあなたの子犬はジジイの隣にいるわ。彼女にそれができるかどうかあなたにもわかるでしょ。今は午前11時32分。あと30分でこの車はニューシティの人口密集エリアに着くわ。私はあなたと違って敵と交渉するつもりはないの。これはあなたの自業自得よ。なるほど、君らしい選択だ。西区の作戦は必須だ。総司令官もな。上帝の要求はすでにはっきりしている。私は最小限の代償で脅威を排除する。あなたたちごときで。わかった、お嬢ちゃん。大切にされてなくて悲しんでいるみたいだけど、そんなに落ち込む？あなたのシャローム姉さんがスイーパー部隊をここに向かわせたわ。あなたを助けに来たわけじゃないけど。まあそもそもあいつらだけでは私を止められないけどね。ルールは分かったでしょ？探偵ごっこはまだ続けるの？必ず勝つ。好き勝手にはさせない。いいわ。あなたの正義を見せてみて。どれほど滑稽なものか見てみたいわ。まばたきしよう。いぶししよう。堂々見参。まばたきしない。本物か偽物か見破るのは一瞬さ。タイムトゥーダイ。時56分、もうすぐ着くわ。爆弾は解除した。君は。あっそ、よくやったわねって褒めてほしいの？ふざけないで。あの仕掛けは簡単すぎる。私みたいな素人でも簡単に解けるぐらいだ。君はあれで人を殺そうなんて思ってないだろう。君の目標が総司令官じゃないなら、本当の狙いは一体誰なんだ。どうしてこんなことをする。君は私たちに何を伝えようとしてるの？スイーパー部隊は正面突破を諦めたらしいわ。私の相手にならないものね。まあ再布通知はされたけど、1分後、この車が危険なエリアに入る前に車ごと爆破するって。この携帯を返して。爆弾は解除したからもう大丈夫って伝えないと。あとはこの車を止めるだけ。なんなら私がガソリンが切れるまで運転するから。言ったわ。あなたが爆弾を解除する5分前にもうスイーパーにそう言ったわ。あなたならできると分かっていたもの。でもまだ返事が来ないわね。まだ見ていないから？それとも信じていないから？何を言って。それとも正義の光じゃない。シャローム姉さん。私はできたから、彼女を止められたから、私を信じてお願い。それを使わないでお願い。ちなみにあのジジイは簡単には死なないと思うわ。でないと地底が私に依頼してくるはずないもの。でも車にいる他の人はどうでしょうね。あなたも含めて。バイバイ正義の使者さん。エイム、ダメージ調整、タイミング、やれ。すべて計画通りね。ここには誰の痛みが隠されているのかしら。ご無事で何よりです、司令官。スイーパー。まだ生きているか。まさか私にあれを使ったのか。ご安心ください。あなたにあの力を使うには上の許可が必要です。そもそも上は決して許可してくれないでしょう。あなたの体は十分に老健です。あの力を使わなくても問題ありません。他の者はそれに車には大量のレベル5の共同汚染物があり、衝撃には耐えられても汚染は避けられないでしょう。上帝による直接浄化が一番穏便で、代償を最小限に抑える方策です。代償を最小限に3月に西区でやったあの件と同じか。 BR00 にこれが2度目だ。それが代償を最小限にすることか。はい、指定はすでに動き始めました。もう時間がありません。私への任務は明確です。それを執行するために私は代償を惜しみません。分かっている。それが上帝が計算した結果ならば、我々はそれを信じるしかない。それは君たちにしかできないことだ。一人の老人を殺すのにここまで手間をかける必要はないだろう。これまでの一連の襲撃事件と同じように、こちらはただの陽動だ。次の作戦のために我々の注意を引いているのだ。あの女の暗殺リストに載っているのは、今回の作戦の中枢メンバーと FAC の精鋭ばかりだ。その中には行方がすでに知られた者もいれば、そうでない者もいる。あの女は私の口を割ろうと考えたのだろう。私一人を殺しても無意味だ。 FAC には勇気ある者が大勢いる。作戦を止めたければ我々全員を殺さなければならない。あのクズどもはそれをよく知っているだろう。やれるものならやってみるがいい。戻れ。私のところで時間を無駄にするな。内部に潜り込んだスパイと我々に歯向かった敵を一網打尽にしろ。地底のやつらは今回の作戦に脅威を感じたからこそ、ここまで無茶な計画を立てたのだろう。だとしたらなおのこと、作戦は最後まで遂行する。 FAC は戦場で命を散らすことがあろうとも、あのような卑怯者の手にかかることはない。我々は引き続き作戦を行う。君は奴らを始末しておけ。もちろんです。第9機関とハッシュはすでに動き始めました。あなたが命を落とさなかったおかげで、彼らの計画はこれで全て明るみに出るでしょう。あの車にはコンビクトの刑事が一人いた。爆発する前に彼女が運転室にロックをかけたおかげで2割程度の衝撃を防いでくれた。彼女は無事だろうか。あれは君の部下か。はい人情のないものだ。ラフ、代わってくれ。司令官は他の人は起爆装置は解除できた。私はできたのに、そんなことをしなくてもいいのに。君のような誠実な人は少ないんだ。あの女がさらに残酷な罠を仕掛けている危険性を無視することはできなかった。あら、確認してくれない。本当に解除できたか確認したい。その必要はない。司令官がさっき言ってた PR002 3月西区の暴動の件、シャローム姉さんがそれに関与してたのは2度目ってどういうこと？ 104 年の PR002 はの事件と関係があるの？あれはまだ調査中と言ってなかった。シャローム姉さんは一体何をしてたの？それは本当に正義なの？まあいい。あ、違う。待って。私はただ。救命処置はもう十分だろう。彼女を連れ戻すよう MBCC に連絡を入れたまえ。私はもう必要としない。違うの。私は知りたいだけ。ごめんなさい、シャローム姉さん。私はラフ。任務を承りました。そしていつも通り全て遂行してみせます。あらら、依頼は失敗しちゃったわね。それどころか依頼主までバレたみたい。これからどうしようか。面倒な人がそっちに行っちゃったわ。親愛なる依頼主さん、あなたたちはどうするの？